はい、こんにちは、カババです。いやー、浅間山がね、ガトーショコラじゃなくてもう真っ白になっちゃってますね。ここはね、ヤホーの湯松原湖に下る、まあ、稲子湯の方に行ける道ですね。それとこっち行くとメルハイン街道、麦草峠方面です。まだね、通行止めになってますんで、今日はこっから歩いて白駒池まで行ってみたいと思います。変な登山服着てるなと思ってるかもしれませんけど、実はね、登山服一式、宇都宮に忘れてきちゃいましてねさっき気づきました。で、一応ね、下着はモンベルのジオライン、パンツとね、あと肌着つけてるんで、まあ肌着的には問題ないんですけど、とりあえずその上のね、ウールのね、まあシャツとか、あとは登山パンツとか、まあその辺全く忘れました。ただ車の中に、まあ一応ね、あの防寒用のダウンとか、まあゴアテックスのジャケットね、まあその辺が積んであったんで、それをね、ザックに積み替えて、はい、向かいたいと思います。いやさ、過去さ、いろんな忘れ物したけどさ、山服一式忘れたの初めてで、今回がダメですね、注意しないともう最近ね、物忘れがひどくって、もう僕とね、同じぐらいの方、この動画見てると思いますけど、まあ、本当にね、注意してください。お前が言うなって。一週間ぐらい前の、まあ、ヤマップとかツイッター見たら、ちょうどここがね、まだガチガチに凍ってたんですよね。まあ、今の状況だと、まあ、なんとか無事に歩けそうな気がします。はい、さっきね、駐車した、陶器の車止めから、白駒の池までが、一応7キロって表示が出てました。7キロだとね、まあ、この感じの車道歩きだったら、まあ、2時間もあれば、着くかな。うん。まあ、さすがにね、ちょっと最近、疲れが溜まってるんで、あとやっぱりね、登山服がないということで、今日は安牌を行きましょう。でもさ、車道7キロなんて余裕だよな。え、それで寒くないの？余裕で。今のね、バス停、標高2000メーターだって。だいぶ歩いてきたね。いやー、八ヶ岳ブルーだな。ここはね、自然歩道との合流地点ですね。多分こっち行くと白駒に行けるんだと思うんだよね。なんかそんな感じしないけど。あ、そうだ、白駒林道って書いてある。この林道は冬季閉鎖してます。で、てか踏み跡がないでしょ。ね、踏み跡がないよね。ね、せっかく和漢持ってきたんで、まあこういうとこガーッと入りたい欲望はあるんだけど、何せ今日格好がユニクロですから。うわぁ、すげぇ。迫力ある。バテたからさ、なんかちょうだい。今日のドーピング。これ何？
ヨーグレット。あ、ヨーグレットミニ。懐かしい。あ、出過ぎた。こういうんだ、うん。あれ、こういうんじゃなかったよね、昔の。うん。なんかもうトローチみたいな形してたよね。うん、トローチって今言わない。そう、大きいラムネみたいな。はい、いやね、これすっげーうめえ。何気に買ったんだけど、あの、遠いになってますね。遠いってあの、せいろがん遠いみたいに、あの、くるまれてるのね。これはうまいですよ。乳酸菌が入ってるかどうかわかんないけど、なんか乳酸菌パワーって感じしますね、これ。はい、白駒の駐車場です。冬はこんなになってんだね。すごいよこれ。はい、ここがね白駒池入り口ですね。あの有名なあの木の門がありますね。どうやって入んだよこれ。こっから入ってくのが正解かどうかわかんないけど、まあ雪はね、2メーターは積もってますね。お、いけるいける。お、お、はい、こっち行くとね、高見市、こっち行くと整体操ですね。整体操はね、寄らないんで、こっち白駒の池まで行きましょう。いや、白駒に向かってね、今ちょっと下ってます。いやー、今日はね、踏み跡ないってことは、多分僕らが最初の客で、まあ、最後だと思う。うん。うん。ガッチガチに凍ってんじゃん。冬ですからね、ここから降りていっちゃうんですけど、どっから池なのかよくわかんない。はい、はい、これが、凍結した白駒池です。大丈夫かな、夏だったらこれ完全もう池の上立ってる感じなんだけど、
けて池の上に立ってます。ハート書いてある。あそこに雪だるまがあるんですよあそこまで行きたいんだけど、なんとなくさ、あそこ色変わってるから溶けてる気がするんだよねまあいいとこそこら辺までかな。あ、一応で電気ついてんじゃん。てかこれ完全埋まってんじゃん。これこっちなんかさ、池との境わかんねえし、もう高さが一緒だよ。はい、白樺山ですね。一応電気はついてるけどね、誰もいません。いや疲れちゃったテーブルと椅子が何脚かこうあるんですけど、まあ、完全埋まってますんで。そういえばね、あそこに東屋があるんだよね。あそこで何か食べようか。ここで食うか。おう、除雪機が。うわ、冷てえ。いや、うまかったなあのワンタンスープがすげえ腹に染みたよ。美味しかった。まあこんな状況なんで、白駒池一周は到底できないんで、はい、今日はね、まだ午前中ですけど、戻りたいと思います。いや、戻ってきたよ。お疲れした。お疲れした。あ、いい道ができてる。はい、というわけでございましてね、2021年から22までの冬のシーズン、いろんな雪山に行きました。まあ中でもね、やっぱ印象深いのは、まあ、ヘリでね、尾瀬ヶ原に降り立って山小屋の雪をね、下ろすと、まあ、いうようなこともやりましたし、まあ、今日は今日でね、凍った白駒池を見られてね、非常に良かった。まあ、そんなトレッキングでした。はい、というわけで今回もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございました。カババでした。